こんにちは、翔太です。8体目の巨像を倒していこうかなと思います。この辺に、ちょっと今暗くて多分見えないですけど、この辺に次の巨像の反応があったんですけど、全然見つけられなくって、めちゃめちゃこの周り今雲があるところをぐるんぐるん回って30分ぐらい回ってたんですけど、ようやくなんか横道っぽいところを見つけたんで、ようやくですね、多分これでやっていけるかなと思います。あ、なんかここ最初取り逃したけど、取れへんかったけど迷い込んだところや。なんでこんなところに全然気づかんかったんやろ。めっちゃショックやわ。おお、おそらくですね、私が今目指すこの下か、この辺に行かないといけないみたいですね。まあとりあえずだいぶ近づいてきたとは思ってるんで、やっていこうかとは思うんですけど、どうやって行ったらいいんやろ。飛び降りる？いや、なんかちょっとそれはさすがにないか。こっちでいいんかな。まあちょっととりあえず、ぽい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 、あれじゃね？あれではないけど、とりあえずちょっとあっち行ってみようか。あれ今降りてきた？こんなに。また別のところか。めっちゃあれっぽい気するんやけど、どうなんやろ。まぁ、ちょっとあれっぽいような気はするんで、なんか湖の桶とかなんとか言っとったから、まぁ、多分ここで合ってるんですよね。わ、お魚さんや。多分場所としては合ってると思うんで、まぁ、もうちょっと探索してみようかなと思います。あー、ここじゃね？ここ入ればいいんじゃない？どう？あ、ちょっと、こっち、どう？あー、あー、着いた着いた。多分着いたぞ。こっちやわ。いやー、長かったわ。マジ30分以上うろちょろしとったからな。大変やったわ、もう。何これ、着いた？もう。何の音？めっちゃ怖いんやけど。あ、炎の音かな。なんかずっとゴーって聞こえるけど。あれ？もうちょっと向こうっていうか、どっか入り口ある？これ登れる？無理か。あっち側行きたいよな、多分やけど。違うんかな。内側に行きたいような気がするんだわ。あー、登れた登れた。なんかあんまりこのアクション使うところがなくって、どこで使えるんかがいまいち分かりにくいっていう、めちゃめちゃ厄介なところがある。で、最初こう言ってた、登れたやん。最初のところに、さもかしさもそういうのを使ってくださいねって言ってるんかと思ったらさ、全然そういうギミックないんよね。たまーにしか。あ、別に文句言ってるわけじゃないけど。もっとツタとか登らせてくれたら、巨像に登ってばっかりやもんな。
着いたか。お、着いたっぽいね。コロシアムっぽいんか、感じか。動物なのかな。何あれ、何あれ、気持ち悪。どうしたらいいの、な、何したらいいの。弓打ってみる、とりあえず。あ、でも無理やな。何したらいいんやろ。あ、降りれるわ、ここから。降りるか。おーおーおお、あぶね。ちょっと攻めすぎやで。しかも階段あったし、撃ってみるかとりあえず。ちょっとなんかもうちょい、おお、ちょお、おー、気づいてくれた。え、なんやって。降りてきてもうた。なんかちゃうよな、多分。ちょっと一旦これまでの傾向的にこんなご利用しできる感じではないはずやから、とりあえず気づいていただいたので、ちょっと上戻ってみよう。なんか壊してきたりするんじゃん。どう、おうおうおう、何したらいいんやろ。より高いところへと誘い出すのだ。以上、ちょっと降りてもうたな。なるべくじゃあ上行くか。おうおうおう、そんな登れたっけ。そんな落ちたんか、逆に言うと。あ、一丁目まで来たっぽい。どこんの今あいつ。え、なに、壁登ってきてるってこと。おお、危ね。どこおる。お、来とる来とる。取るけど、どうしたらいいの。おうおう、来た来た来た。
え、ちょ、見えへん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 。おお、押す。あ、やばいやばい、これ食らってるで、結構。高いところに読んだけど、どうしたらいいんや。あ、さらに浮いたぞ。上に誘い出せって言ってたけど、何したらいいんやろうな。我々はまだ上ある？ちなみにそこがいまいち分かってへんねんけど、したよなこれ。どこ行った？そして開いた。お、落ちた。チャンス、多分。行くぞ。耐えた。あ、もう一個あった。なんかよくわからんけど勝てた。あ、まだ。おお、よしよし。なんか戦い自体もあっさり終わったな。よかったよかった、一方的な戦い。すごいトロフィーやった。壁伝う影。あ、じゃあ一方的な戦いってうまいこと勝ったってことなのかな。とりあえずまあ喜んでおこう。そんな難しくなかったな。なんかヒントもまあヒント使ったっちゃ使ったけど。お、なんやなんや。お、起き上がった。半分倒したからかな。あ、マナ、なんかいつもと雰囲気が違うな。やっぱ半分終わったからイベントが若干進行した感じあるね。
はい、まあ次は洞窟みたいなんで頑張っていこうかなと思います。ああだいぶすっきりしたなあの雲があったエリア。はい、じゃあ次回はなんか洞窟の中の魔物と戦っていくことになると思うんで頑張っていこうかなと思います。次は あっちの雲ですね。はい、じゃあ今回はここまでにしようと思います。これからもワンダと挙動をやっていくので、もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。